ここがムアラニの故郷の流線の州だな。言っただろう、戦闘が終わった後の温泉は最高だって。あなた、お酒を一本持ってきてちょうだい。一本で足りるのか？二本持ってこよう。夜まではまだまだ時間があるからな。この後、黄金の夕暮れに行かないか？これでこそバカンスって感じ。素敵ね。にぎやかだな。モアラに何かお祭りでもやってるのか？毎日をお祭りのように過ごすっていうのが私たちのモットーだよ。毎日が祝うべき日なんだ。あちこち見て回らない？案内するよ。どこから行こうかな。花歌レコード、コロンチェ広場選択肢はいっぱいあるけど、やっぱり一番のおすすめはここの名物かな。もちろん温泉だよ。天然温泉は体にいいから、ゆっくり浸かるとぐっすり眠れるんだ。まさか一緒に入るのか。恥ずかしがらないで、ほら着替えに行こう。ムアラニー、誰？アテアおばさん？おばさんって呼ぶなって言ってんでしょ。そんなに老けて見える？この二人を天然温泉に連れて行こうとしてるのね。うん、紹介するね。こっちは旅人で、隣の小さい子がパイモン。二人とも灘に来たばっかりだから、ここの風習を体験してもらおうと思って。よろしくな。はじめまして、私はアテア、ムアラニのお隣さんよ。今回の帰化聖夜の巡礼じゃガチーナに負けたんだって？あとちょっとで勝てたって。ほんと悔しいな。でもガチーナちゃんに負けたのは仕方ないって思うよ。あの子すごく強いもん。そんなことより温泉温泉。アティアさん、一緒に入ってくるから、また後で。旅人とパイモンに水着を選んであげないと。あ、そういえばお店にちょうどいいのがあったな。ちょっと待ってて。待ちなさい。温泉のルール、まさか忘れたわけじゃないでしょ？何のルールって、もしかしてルール？温泉に入るのにルールなんてのがあるのか？外から来た人はそのまま天然温泉に入っちゃいけないの。まずは人工温泉で試練をクリアしてちょうだい。そんな怖いものじゃないの。簡単に言うと、天然温泉の水温はちょっと高いから誰でも耐えられるわけじゃないの。前に旅の人が火傷したことがあって、それでこういうルールが生まれたんだ。外国の人はまずは比較的ぬるい人工温泉を試して、慣れたら天然温泉に入れるってね。でもアテアさん、そこまで厳しくしなくても大丈夫じゃない？この人たちは強いし、あの程度のお湯大したことないと思うけど。温泉を舐める奴はみんなそう言うけど、気をつけた方がいいと思うわよ。最近の天然温泉は安定してないの。アビス侵入の兆しかもしれない。ちょっと危なそうだな。実はオイラってそこまで強くないし、気をつけた方がいいと思うぞ。用心するに越したことはないわ。私がいる限り危険な目に合わせたりしない。ムアラニ、まずはお客さんたちには人工温泉に行ってもらいましょう。はいはい、そうするよ。
いい子ね。言っとくけど、小細工は通用しないわよ。後で人工温泉も見回りするから、もしもあんたの姿が見当たらなかったら、もう家で料理を振る舞ってあげないから。わかってるってば。そういえば、アテアさん、体の調子はどう？だいぶ良くなったわよ。じゃなきゃこんな人数の面倒を見る余裕なんてないでしょ。こーら、ちびども、温泉で遊ぶなって言ったでしょうが。やばい、あのうるさいおばさんがまた来た。逃げろ。待ちなさい、今日こそ説教してあげるから。元気なやつだな。おばさんは流線の州では知らない人がいないほど伝説級にすごい人なんだよ。私がコメンを手に入れる前からおばさんは有名な選手だったの。流線の州には温泉が大好きな女性がいて、よく温泉の集まりを開いてるってみんな知ってるよ。で、この集まりに参加した人を戦友って呼んでるんだ。リリウとかケウラニ、フィチャマとか、みんな尊敬されてる選手だよ。あ、エンジン様もそう。ここで暮らしてたらオイラも毎日温泉に入れそうだな。それでそれで。うん、でもね、ある戦闘でアテアおばさんはアビスの魔物に腹部を貫かれたの。救援が間に合ったおかげで命に別状はなかったけど、もうこの先温泉には入れないって医者に言われたのよ。お湯に浸かるとアビスの力による臓器の侵食が加速して命が削られちゃうんだって。そんなにひどい傷を負ったのか。道理で体に傷跡があるわけだ。一見わからないよね。アテアおばさんは怪我の話なんてしたことないし、それにたとえ自分が入れなくてももっとたくさんの人に温泉を楽しんでもらいたいって、おばさんはここ数年ずっと人工温泉を掘り続けてるの。これも尊敬してる理由かな。さて、この話はここまで。温泉に連れてってあげるね。もしおばさんが先について私たちがいないのに気づいちゃったら怒るよ。なるほど、いいアイデアだね。気に入った。な、族長は絶対に同意してくれるって言っただろ。じゃあ今すぐ行動しようぜ。絶対に誰にも知られないようにな。おーい、アミナ、ヒクエル、マロカン、何してるの？楽しそうじゃん。ムアラニ、おかえり。あれ、その二人は？こっちは旅人とパイモン。大事なお客さんだよ。二人を天然温泉に連れて行こうと思ってたんだけど、アテアおばさんにバレちゃったからこっちに来たんだ。奇遇だね。私たちもちょうどアテアさんの話をしてたんだよ。あのさ、ムアラニ、アテアさんの病気良くなってるみたいだ。気づいてたか？本当？なんでわかるの？お前が外でトレーニングしたり大会に出たりしてる間、アテアさんはよく夜に一人で温泉に行ってたんだ。部族の北の洞窟にある温泉覚えてるだろ。以前はよく行ってたけど、何かしらの理由で廃棄されたらしい。お前も知ってると思うけど、前はお湯に触れることすらできなかった。それが今は頻繁に温泉に入ってる。これがどういう意味か言うまでもないだろ。だからアテアさんのために内緒であの廃温泉を改造してパーティーを開いてやろうって思ってるんだ。族長からも OK が出たし、ムアラニ、あんたも一緒にやってくれよ。もちろん。こういうことするのに私抜きってのはなしでしょ。
でも今はもっと重要な用事があるの。温泉が終わったら合流しよう。うんうん、今はお客さんをもてなす方が大事だからね。ここはこの数年で開発したばかりの人工温泉だけど、天然温泉と比べても全然劣らないよ。なんて言ったって私たちの心血が注がれてるからね。気に入ってくれると嬉しいな。それから君たち、アテアさんにサプライズを用意するのはいいけど、見回りの仕事も忘れないでね。アビズはいつ襲ってくるかわからないから、警戒は常に怠らないようにしなくちゃダメだよ。安心してくれ、気をつけとく。それじゃあ先に行ってくるぜ。ムアラに、後で廃温泉でお茶を。私もこれで失礼するね。楽しんできてちょうだい。やっと温泉の時間だ。水着はバッチリ用意したから、更衣室まで案内するよ。リラックスするでしょ。気持ちいいな。湯気もポカポカだぞ。初めて温泉に入った時、私全然落ち着きがなくってさ、パパとママの目を盗んで熱い浴槽に飛び込んだので、二人がすごく焦って探し回ってくれてるところにゆっくりと水面から顔を出したらしいんだ。まだ物心がつく前のことだから後で聞かされた話なんだけど面白いよね。ママに似て泳ぎ上手で、初めて泳いだのに自然と潜れちゃったんだって。だからもし泳ぎたくなったら安心して泳いで、何かあったらすぐ助けてあげるから。ほんとか？オイラもやってみ。アテアさん、本当にわざわざ見に来てくれたんだ。ちゃんとここにいてほっとしたよ。牛乳とお菓子を持ってきたからここに置いておくわね。人工温泉はぬるめだから、チビ流ビスケットとグレインチップスを選んだの。食べてみてちょうだい。やったぜ、ありがとな。当然よ、私が作ったんだから。温泉の醍醐味を本当に分かっている若い子は少ないのよね。いい？お菓子は温泉の暑さに合わせて選ぶの。浸かる時間も温度によって調整するのよ。温泉に浸かりながら雑念を追い出すの。だから温泉で泳ぐのはとっても失礼な行為よ。真似しないでね。ちゃ、さて、あんたらはここの暑さにも慣れたみたいだから、天然温泉に行っても大きな危険はないはずだよ。じゃあ私は行くけど、牛乳を飲むのを忘れないでね。特にムアラに、あんたは小さい頃から牛乳が嫌いでこっそり温泉に流したりするんだから。私が見ていなくたってもうそういうことはやめなさいね。わかってるって。そんなこともやってたのかよ、温泉に牛乳を流すなんて。あの時はバレないと思ってたんだけど、水が澄んでるプールだったから目立っちゃって現行犯で捕まっちゃった。浸かりすぎるとめまいがする人もいるんだけど大丈夫そう？オイラは大丈夫だぞ。
ちょっと食べ過ぎたみたいだけど。体質が温泉に合ってるみたいだね。午後はみんなと一緒に廃温泉を改装しに行くから、君たちにはついていってあげられないや。あいつらのセンス本当に微妙でさ、ほっといたらどんな変なのが出来上がるかわからないんだ。だからごめん。埋め合わせに素敵なお店をいくつか紹介するね。え？うんうん、温泉に入れてもらってお菓子までもらったんだ。オイラたちだって何かの役に立ちたいぜ。困った時はお互い様だろ。じゃないと一方的でちょっと申し訳ないぞ。二人とも本当にありがとう。それじゃあ一緒に空前絶後の最高の温泉パーティーを作り上げようね。よーし、いざ出発。ヌアラニ、なんでお客様で連れてきたんだよ。手伝いに来たんだぞ。え、そんなのダメだろう。大事なお客さんを働かせるなんて。まあまあ、二人もこう言ってくれてるんだし気楽にやろうよ。改造し終わったら打ち上げを開こう。おーん、どこから始めようかな。温泉の湯の出口が詰まっちゃってるみたい。取り除かないと。隅っこのボロボロの箱も捨てるべきだね。カビ臭い。ねえねえ、誰か布地とか木材とか装飾を買ってきてくれない？それとお菓子も。まとめ割りとかもあるはずだから値引いてもらうのも忘れないでね。え、値段交渉は苦手だぞ。お前が言ってきてくれよ。俺だって無理だぜ。どんなのを買えばいいかもわからないし。じゃあさ、こっちのことは俺たちに任せて、あんたたち三人で買い出しに行ってくるのはどうだ？それもそっか。じゃあ買い出しは任せて。ついでにお店とかも案内できるしね。じゃあ行ってくるよ。またここに戻ってくるね。してる？ムアラニじゃありませんか。ヒコ星夜の巡礼に参加してきたんですか？うん、でも今年はダメだった。まあ試合に勝ち負けはつきものですからね。気にしない気にしない。さて今日は何を探してるんですか？じゃじゃーん、はい、これリスト。ねえ、今日はめちゃくちゃ大きな買い物だから負けてよ。そんなにたくさん？パーティーでも開くんですか？そうだよ。し、ここだけの話だけど、アテアおばさんのために温泉パーティーを準備してるの。アテアさんはもう温泉に入って大丈夫なんですか？よかったですね。そしたら装飾品はおまけで、布地と木材は2割引き。いかがですか？もう一声。あの木材、前回見た時からずっと隅っこに置いてあったでしょ？早く処分しないとカビが生えちゃうよ。はいはい。はぁ、本当にしょうがない子ですね。住んでくるから、ちょっと待っててちょうだい。ムアラニ、やるな！へへん、任せてよ。そうだ！ねえねえ、ここにある石って売り物かな？
興味があるんですか？それは安くないですよ。わかってる。これはねぎらないから分けて包んでよ。ううん、カチーナちゃん、こういうキラキラした小物が好きなんだよ。だから見つけるたびに買ってるんだ。ひとまず置いておいて、カチーナちゃんが買って帰ってきたらプレゼントしようと思って。きっと気に入ってくれると思うよ。お待たせしました。漏れはないかしら、確認してくださいね。どれどれ？ん？ジュースが一箱多いけど。ああ、それはおまけです。お代はいりませんよ。7年前、集落にアビスが侵入した時、アテアさんは兄の命を救ってくれました。アテアさんは何もいらないと言ってくれたけど、この恩は忘れません。アテアさんによろしくお伝えくださいね。楽しいパーティーになりますように。絶対に最高に賑やかなパーティーにするから安心して。ありがとね。買い物終わり。じゃあ戻ろっか。ただいま。片付けの方はどう？わあ、だいぶ綺麗になったね。詰まりもなんとかできたんだ。お見事。当たり前だ。そこに潜って半日もかけて砂利や泥を取り除いたんだぞ。そっちはどうだ？全部買えたか？えへ、いろいろ買ってきたぞ。洞窟の入り口に置いてある。よし、あと一踏ん張りだ。みんな頑張ろうぜ。私がやるから君たちは少し休んでなよ。旅人、ちょっと手伝ってくれる？戻ってくる途中に考えたの。ここに綺麗な絵を描いて、お菓子と飲み物をあっちに用意して。どう？悪くないでしょ？おお、ムアラにやるじゃんか。うちのお店のこともやってるからね。こういう手入れとか整理整頓には自信があるんだ。もちろんみんなの協力あってこそだけど。でもこんなに遅くまでかかっちゃったのは想定外。今からアテアおばさんを誘うのはさすがに無理だよね。今夜は無理だな。アビスの侵入に備えて族長がパトロール隊を立ち上げたのは知ってるだろ。アテアさんも志願したらしい。で、今夜はアテアさんが担当なんだ。そっか。じゃあサプライズは明日にお預けだね。うん、帰っていいかもね。夜間のパトロールが終わって疲れてるところを温泉に誘ったらきっと喜んでくれるよ。じゃあ今日はこれで解散にしよう。旅人とパイモンも疲れたでしょ。宿まで送ってあげるね。また明日。また明日な。おやすみ、ムアラニ。今日はたくさん歩き回ったから疲れたぜ。明日の温泉パーティーに備えて今日はしっかり寝ないとだな。早く中に入ろうぜ。